上手。美味しいね。青森市在住のタレント高坂由依さん、およそ1年間の不妊治療の末、体外受精で妊娠し、今年7月、36歳で第一子を出産しました。楽しいね。あ、記録をメモ残してます。あー、すごい。なんかいつか私みたいに不妊治療した人に伝えたいなと思って。でもそれは自分が授かれたら話せるなと思ったんですけど、結構今までの人生でなんとかなってきてたんですよ、いろんなことが、ただ不妊治療で、あ、今回もダメだったがすごく続いて、もうダメかも、そんな簡単にできないんだって思ってたから、体外受精の1回目でできたっていうのは本当に 私自身が一番驚きました。結果授かれたから不妊治療してよかったなってはすごく思っていて、っていうのも不妊治療したおかげで本当に受精卵の時から見れていて、受精卵から細胞分裂して自分のお腹に入る時もモニターを見ながら、今ここに入るよ、白いの入ったよ、これだよっていうのとかを見ていたので、普通の子だったらね、なんかちょっと、あ、お腹大きくなってきた、お腹蹴ったぐらいから実感があると思うんですけど、私はもうこの時から見てるから、これがこんななってこんななってるって思うと、あ、なんかやってよかったなって思う。不妊治療は大まかにご覧のステップで進んでいきます。治療は徐々に高度なものへ、費用もステップアップするほど高額になります。これまでは原因検索のための検査とその原因疾患への治療までが保険適用でしたが、4月、不妊治療の保険適用範囲が大幅に拡大し、これらすべてが保険適用となりました。できるって分かってたら別にお金かかっても時間がかかっても、痛くても全然我慢するけど、できるかどうか分からないものに向かって病院に通って、痛い思いして、ね、っていうのはが一番辛かったかな。やっぱりあんまりね、発信する人いないので、みんな普通に授かったんだって思っちゃって、その中で自分だけ不妊治療して全然赤ちゃんできないっていう気持ちよりも、あ、みんないるんだって思えることが、その保険適用になったことで、そのこんなにいるから適用になったんだよっていう感覚になれるのかなと思って、コロナ禍でちょっと自分の生活とか人生とかっていうのを考えるにあたって、そろそろ子供欲しいなと思ったのが34歳、でその時にもう高齢出産35歳っていうのがもう近かったから、だったらまずもう検査してしまって、不妊の原因とかどちらかにあるかもしれない、そしたらそれが分かった方がいいなっていうので、まず検査をしたっていうのが最初なんです。今まで生活した中であんまり高齢って言われることがなかったのに、急に出産っていうことに関してで高齢って35歳になったら言われて、そんなことある？急にそんな高齢って言われたら、やっぱりこっちも準備してなかったから、調べるとやっぱり妊娠率とか出産率とかも下がってくるっていうのは明らかにその35歳っていう段階であったので、それも大きな要因ではあったと思います、体外受精や顕微受精といった高度な不妊治療を行う場合、特に女性は頻繁な通院が必要になります。目安としては月経周期ごとに1時間から3時間程度の通院が4日から10日、さらに半日から1日程度の通院は1日から2日要するとされています。その私は
自分で仕事してるし、うん、そこまであの何曜日っていう仕事がないので、うん、あのできたけど、うん、これは会社に通ってる人だったら難しいと思います。例えばじゃあ何日あ明後日来てってなった時にどこまで理解してもらえるのかな。いやこっちだって仕事したい中、うん、子供も欲しいから通院していて、会社にやっぱり理解をしていただけないと、うん、多分メンタルが持たないと思うんですね。で時間もこの注射の種類によってはじゃあ明日の午前中来てとかっていうものもあったりするから、時間まで指定されるわけですか。はい、それはもう採卵直前だったりすると、うん、明日の何時に来てください、はい、来れるっていう質問じゃないからもう来てください、うん、はあ、だからそこをごめんなさいって言って会社の人がまたっていう顔するんだったら、うん、いけないよねって思っちゃう。確かに不妊治療の保険適用範囲が拡大しても治療そのものや治療中の精神的負担は変わりません。なんかよくあの赤ちゃんはママを選んで生まれてくるよとか言うけど、うんうんうん、それってすごい酷な言葉だなと思って、不妊治療してる身としては、ほう選んでくれないんだっていう気持ちとかもあって辛いごめんなさい。うん、なんか、うんうん、なんでできないかも分かんないし、うん、どうしたらできるかも分かんないし、うん、できる人とできない私の差は何っていうのも思って、うんうん、なんかそうですね。どうやって乗り越えられたっていうか、乗り越えたのかな、乗り越えられたのかな。単純に不妊治療してる人がこんなにいるよっていうのは知ってほしいです、うんうんうん、それを知ってもらえたらしてる側は言いやすくなるし、あの男性とかは、うん、あそんなにいるんだ、うん、でじゃあ会社の女の子が不妊治療の病院でってなった時に行ってらっしゃいって言いやすくならないかな、うん、なってほしいなって私はね、うん